ケツプリフレフレ、ケツプリフラフラ、プープープー。おならするなよ。じゃあ一旦戻って話聞いてみるか。きっとそういうことや。何？ビビ。え？ビビ？あなたビビッときたわ。今のはビビッときた音だったんですね。口で言うんや。何ですか急に。ここでは話せない。とにかくこの博物館の資料保管庫に来て。その階段の右側の奥にあるから。私はそこで待ってるから急いで来てね。ははい。強引な人ですね。あれはうんちくまがおるんやないん。どこやろ。ここってうんちくまがおるとこじゃなかった。どうもよく来てくれたね。はい。この場所は。ここは博物館の資料保管庫なんだけど、今は私の研究ラボとして使わせてもらってるの。ごって書いてる。この不思議な扉、気まぐれゲートを研究するためにね。気まぐれゲート。そう、あなたにはその調査に協力してほしいの。ちょっとしたことだからすぐ終わると思うんだけど、どう？協力してくれる？あ、これがキークエスト。大門教授と不思議な扉、おすすめレベル、レベル7。氷炭駅博物館の1階で大門教授から気まぐれゲートの調査協力を頼まれた。でもこれ強制っぽいもんね。まあキークエストやし、あとなんか流れ的に勝手に話始まったし、じゃあ引き受けましょう。でもなんか青いびっくりマークやったよね。ってことはやっぱりあの館長もキークエストってことや。ありがとう。あなたなら受けてくれると思ってた。はい。でも気まぐれゲートって一体。気まぐれゲートはこの世界にいっぱい存在しているの。え？でも一度も見たことないけど。確かに普通は目には見えない。でもその時計があればあなたにも見えるはず。え、そうなんですか？そう。だからあなたに協力をお願いしたの。そうだったんですね。なんで知ってたんだろう。気まぐれゲートは不思議な扉。扉の中がありえない空間につながっているの。あなたにはその中に入ってあるものを取ってきてほしいの。お、何？この気まぐれゲートの中に入るんですか？そう、と言いたいところだけど、実はこのゲートはかなり特別でね。まだ開く方法がよく分かっていないの。さっきちょうど博物館の外の壁に普通の気まぐれゲートを見つけたから、そこに入ってゲートボールっていうものを取ってきてくれない？ゲートボールっていうもの？何？ゲートボールを知らないの？ゲートボール？そう、いい感じにキラキラピカピカ光る不思議な玉。まあそれを取るためのお題があるんだけど、とにかく気まぐれゲートに入ってみればわかると思う。場所は博物館正面入り口の右側の壁。博物館正面入り口の右側の壁。壁？さあ早速出発して。ゴーゴーゴー。ご、強引ですね。大門教授と不思議な扉発生。クエストメニューを確認しよう。まあ行きますか。何？気まぐれゲートの場所を忘れちゃった？博物館正面入り口の右側の壁にあるはずだよ。博物館の中じゃなくて外の壁ね。わしが分かったらゴーゴーゴー。了解です。扉は固く閉ざされている。うんちくまいないね。この博物館の外で右側の壁、この辺？気まぐれゲートがあると大門教授が言っていたのは確かこの辺りじゃありませんでしたか？大門教授は妖怪ウォッチがあれば見えると言っていましたよね。サーチかな。この辺りを妖怪レンズで分析してみましょう。ふんふん。あった。発見。気まぐれゲートを見つけた。確かに中にあったやつよりちょっと地味な感じがするな。これが気まぐれゲートですね。確かに資料保管庫にあったのとちょっと違うような。確かこの中からゲートボールなる玉を取ってきてほしいという話でしたね。ここに扉があるということは中は博物館につながっているんでしょうか。とにかく入ってみるしかなさそうですね。
博物館には繋がってないんじゃない？知らんけど。気まぐれゲートの中に入りますか？入ります。よう知らん人に言われてこんなとこに入ろうと思うよね。戦の間？バトルで2回勝て。ここは一体どこ？圧巻ベーカリーのように見えますが、ちょっと雰囲気が違うようですね。これが大門教授の言っていたありえない空間なんでしょうか。しかも変な声が聞こえたよね。妖怪を2回倒せって。あれ音声付きで聞こえとんや。ええ、確か大門教授がちらっとお題がどうとか言っていたような。もしかしたら妖怪を2回倒したらゲートボールとやらが手に入るのかも。ちょうど妖怪がいるようですし、戦ってみてはいかがですか。そうしてみよっか。気まぐれゲートを探し出せ。気まぐれゲートは不思議な空間につながる謎の多い存在です。ここでは入るたびに決められるお題を達成することが重要となります。お題は4種類あり、お題によって気まぐれゲートに呼び名も変わります。戦のままその名の通り戦いが重要。お題の数の妖怪に勝利してください。疾走の間はスピード勝負。制限時間内に出口を目指してください。修羅の間には強力な妖怪が待ち受けます。よっぽど自信がないと戦わずに出た方が。奇妙の間は何が起こるか分かりません。心してかかってください。ウォッチを強化するとゲートの敵の強さが変わるそうですのでご注意を。なるほど。とりあえず倒しますか。戦おうぜ。よし、みんな頑張ろう。いけた。チャージ完了。百裂肉球。てかみんなレベルいくつなの、いまいち把握できてないんだけど。よし。これは誰？よく見えない。今のバカズキンやった。全然わからんかった。いい、戦いましょう。ってことでちょいグレルリンの技を使いますね。あ、止まった。止まったよ。よし、チャージ完了。突っ張りメンチ。ミスすんなよ。おい、何さっきの青いやつ。え、何取りつかれた。いや大丈夫大丈夫。さあ百裂肉球、頑張れ頑張れ。技で倒せ。よっしゃ、オッケー。これで倒してしまえ。はいよ、オッケイ。オッケイ。バカズキンが、バカズキン仲間におらんかった。あへへ、友達なろ。気のせいか、なってなかった気がする。はい、バカズキンと友達になった。大丈夫です。バカズキンの情報を妖怪大辞典に登録した。初めてやったね。見たことがあっただけか。個人的に攻撃系の技の妖怪で固めたいんだけど、手持ち。昔からね、ゴリ押しゴリ押しゴリ押しなんで私は。何これ、なんか出てきたよ。ゲートボールを手に入れた。これがゲートボールか。あ、そっか、なるほど。ゲートボールあったね、そんなの。めちゃくちゃ忘れとった。そっか、現実のゲートボールと全然関係なかったんやっけ。気まぐれゲートから出ますか。ゲートボールのゲートって気まぐれゲートのゲートやもんね。そっかそっか、出ます。え、何、全然違うとこに出たんだけど。
え、何？今どこから出てきたの？おじさんにめっちゃ見られてる。これ毎回行く場所違うってこと？え？エスパー大丈夫？は、あまりの出来事で放心状態になりたいのはおじさんの方だと思うけどね。気まぐれゲートの入り口はありえない場所に繋がっていましたが、出口もありえない場所に繋がっているみたいですね。うん、びっくりしたよ。まあ、無事ゲートボールが手に入りましたし、博物館の資料保管庫にいる大門教授のところへ持っていきましょうか。めっちゃ見られてるよ。そこの地味。え、そこのドア気になるやろ。まあ、そのドアは地下に広がるトロフィールームにつながっとる。トロフィールーム？そうじゃ、その名の通り、トロフィーを飾るための部屋じゃ。さっきのことには何も触れないのね、おじさん。トロフィーを持つ者が現れるまでわしが管理しとるんじゃ。そうなんだ。ん？待てよ。くんくん、匂うな。これはわしのへの匂い。ではなく、トロフィーの匂い。ちみ、トロフィー持っとるやろ。え？トロフィーってアプリの？持ってるけど。なんじゃ、それを早く言えよ。え？そういうことならすぐに鍵を開けてやるよ。ちょっとした呪文があるんじゃ。それでは行くぞ。ケツプリフレフレ、ケツプリフラフラ。プープープー。おならするなよ。今のって。最後のところは尻から絞り出すのがポイントじゃ。絞り出すな。やっぱりおなら。これでバッチリ開いとるはず。だからおならコントロールできるんや。今日からこの部屋のトロフィーを飾ってええぞ。ありがとうございます。うん。ほんじゃ、トロフィー集め頑張れよ。どうも。なんか知らんけど、いけるようになったっぽい。トロフィールーム。これ飾られてんのか。そういうこと？え、なんか座った。座ったけど向きは変えられない感じ？あっち向きに座られてもな。おじさん消えた。役目を終えたんだね。なるほど。とりあえず戻ろう。博物館に持ってきたよ、ゲートボール。あ、アイナちゃん、ゲートボールを手に入れたんだね。なんだかわけわからなかったけど。そうでしょうね。でもすぐになれるから。それじゃ、ゲートボールを渡してくれる？どうぞ。これってこの数字の分いるんやっけ、ゲートボール。それは違う。アイナちゃん、ありがとう。それじゃあ見ててね。1個しか入れてない。あ、扉の上の数字を見て。ほら、やっぱそうや。お、数字が1つ減りましたよ。一体どういうこと？わからない。わからないんかい。でも私の長年の研究の結果、この数字が0になった時、何かが起こるんじゃないかと予想してるの。まあ、長年研究してない私でもそう思うけどね。まあ、どう見てもそんな感じでしょうね。開くんだと思うよ。0になった時に。決めた。何？あなたを正式な助手に任命します。勝手に。ジバニはいつの間に？え？また勝手に。あなたは街を駆け巡り、気まぐれゲートを探し、ゲートボールを収集するの。やりたくなさそう。よし、そうと決まったら長い網を。とりあえずこの扉に書いてある4つのゲートボールを集めてきて。ゲートボール集めにゴーゴーゴー。推しが強いっす。大門教授と不思議な扉、バッチリ解決。一応解決ってことでいいんか。よし。手加減ベルトか、お猿の輪っか。手加減ベルト、実力を低く抑える謎のベルト。手加減したい時に使おう。どういうこと？お猿の輪っか。これを頭につけた妖怪が進化しそうになると強く締め付けて止めてしまう。え、進化キャンセルってアイテムいるんや。なるほど。かわいそうに。
よくわからんけど、テカゲンベルトの方にしとこうかな。なんとなく別に私進化止めるつもりないもんな、今のところは。クリン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 、当たれよさげ、当たり、あざす。まずい漢方を手に入れた。嫌だな、罰ゲームやん。ほら休んでる場合じゃないでしょ。そのレンジで気まぐれゲートを探してゲートボールを集めてくるの。ゴーゴーゴー。君も集めなよあと4ついるんよ、4つ。